はい、昼ビール放送局16時間断食週に1回の反省会です。そして今月も3月も今日で終わりということで、ついでに3月の反省会もやっちゃいます。まこねーです。これなんか声が変だね。昨日喋りすぎたかな。いや、そんなことないな。私ね、カラオケ、一晩中歌ってても声枯れたりしないんです。だから、一日喋ったぐらいで、声枯れたりすることなんかないと思うんだよね。ちょっと咳払いしたら治りました。というか、今日は、一回も喋ってなかったから声が出なかったのかな。本当はね、3月、1ヶ月は1ヶ月でまとめて、9週目は9週目でっていうことで、作ろうと思ってたの。でも、使う資料はそんなに変わらないから、まあ同じようなの2つ作ってもなーと思って、結局、ひとまとめしたの。だから、こんな中途半端な、サムネになったんだけど、まあ、また、経験値ってことで、来月どうするかはまだちょっとわかりません。そんなわけで、今週、16時間断食9週目、そして、2月の頭から始めたので、2ヶ月目を終わり、だいたい55日を超えて60日目に入るっていう時ですね。9週目の反省会と3月の反省会、両方一緒にやっていきます。今日も最後までご視聴よろしくお願いします。はい。まあ、そんなわけで、16時間断食、始めの反省会なんですが、私ね、もしかしたら、16時間断食の真髄を発見したかもしれません。このチャンネルじゃなくて、このね、ポッドキャストでも、他のポッドキャストでも、私自身がオートファジーのこととか、を、積極的に取り上げて説明したりってことはないんですが、まあ、なぜかというと、いまいちパッと自分の中で、なんか、よくわかってないっていうところが本音なので、まあ、調べ上げればね、そんなすぐ資料ぐらい作って、ちゃちゃっと動画にすることぐらいはできると思うんですけども、まあまあ、もうちょっと撮っとこう、しばらく撮っとこうかな、なんて思ってます。まあ、その中で、2月じゃなくて3月の後半、というか、まあ、3月に入ってから、102キロ台が2週間くらい続いてたんですよ。でも先週もそうでしたよね。で、まあ、今週に入って、まあ、ググッと追って一気に、今週だったかな、先週の終わりだったかな、103キロまで戻ったのが、一気にそこから2キロタタッと追って、目標体重だった今月のね、3月の目標の体重だった101キロを達成しました。はい。ギリギリ。そう。なんで急に落ち始めたかなっていうことを私なりに考察すると、おそらくこのダブリじゃないかと思うんですよ。ちょっと最近少ないな、ダブリの摂取量が少ないなっていうような感じはしてたんだけど、まあ結構ね、ちょいちょい補給してても、なんか足りないというか、目標摂取量には足りてなかったっていうような感じが、自分の中で知ったところを、ちょっとね、食事にダブリを大量に入れることで、食事と一緒に、ずずっと増やしたら、急に体重が落ち始めたんですよね。そう。停滞期、っていうほどの停滞期じゃなかったけど、まあまあ、2週間ぐらいはずっと2キロ台を停滞してたので、まあ、その間にね、暴飲暴食、悪魔の戦い、悪魔とのね、城との戦いもあったし、勢いに乗って天ぷら作っちゃったみたいな。これもしかして100グラムぐらいの、サラダ油吸ってますよねみたいな天ぷらを食べちゃったりとか、しかも2回食べちゃったりとか、まあいろんなことありましたけど、まあでも2キロ台から、まあオートファジーのおかげもあって、2キロ台から、上がったところで3キロジャスト、2.4 から一切落ちなかったこの2週間。
それが、まあ、W を大量摂取するというか、まあ、今まで飲んでた量よりも多い、ものを取るようになったら、ググッと取って101キロ。そう。まあ、取るようになってから2日、3日で、500ぐらいずつズンズンズンって折ったって感じですかね。まあ、その間も、まあ、そんなにね、食生活のリズムとかは変わってなくて、変わったとすればそれだけ。そう。なので、もしかして、16時間断食も、まあ、ダイエットにしても、やっぱ真髄はダブルの大量摂取というか、まあ、正しい摂取量をしっかり取るってことじゃないかなって思い始めました。うん。まあ、その考察はまた今後もね、ずっと続けていこうと思うんですが、まあ、まずは、今日の反省会、さあ、やっていきましょう。まあ、冒頭で喋り始めて、タイトルが出てきたのに喋ることがないっていうことで、さあ、そのまま次に行きます。で、今週も、こんな感じでやっていきます。3月の経過発表。経過発表ですね。で、良いところ、悪いところを、ちょっとグッドとバットに変えました。特に理由はないけど、良いところ、悪いところって書いておくと、なんかダラダラなんか読みづらいなと思って。そして、4月の目標設定と4月の重点課題。まあ、月の終わりと月の始まりですからね。をちょっと、しっかりお話していきたいなと思ってます。そんなわけで、3月の経過発表からやっていきましょう。じゃじゃん。上の方が3月2日のデータ。下の方が3月30日のデータ。で、3月2日、月始めの体重は 10.595 キロ。うん、つまり106キロですね。106キロありました。で、3月30日、昨日ですね。101キロジャスト。ただ、体脂肪率は、今月のね、3月2日は 30.7%。対して、昨日が 34.7%。このね、体脂肪率ってやつがなかなかくせ者で、ここでググって上がっても、しばらく経つと安定して、また、下の方に落ってくるんですよ。だから、何が要因か実はよくわかんないんです。うん。で、まあ、筋トレを、まあ、週1回、結構ね、ハードな、ガチな筋トレを、まあ、やってるんですけども、まあ、筋トレの影響で筋肉がついた分、って思うんだけども、まあ、でも、体脂肪率の中に筋肉量は入ってないわけですよ。うん。で、まあ、まあ、ちょっとね、もっと長くデータを取っていけば、何かしらの傾向とか、私なりの考察もできると思うんですが、まだね、今、体脂肪率に関しては、まあ、急に上がったり、急に下がり始めたり、急に安定したりとか、まあ、いろんなところがあって、よくわかってません。私自身も。うん。詳しい方を見つけて、ぜひ話を聞きたいんですが、ただ、体脂肪率計が何をしてるかはわかったんですよ。体脂肪率計っていうのは、微弱な電気を流すことで、その中にね、血管の中の、いろんな不純物の量とかを測定して、それに対して体脂肪率を計算しているみたい。だから、まあ、一定、安定しないのはまあ仕方ないことなんですよ。うん。仕方ないって言えば仕方ない。まあ、私の使ってるやつの精度もあるかもしれないけど、ただ、正しい測り方を私ができてるわけじゃなくて、正しい測り方っていうのは、食事をしてから2時間後ぐらいに、裸で、平らで硬いところで測るっていうのが正しい測り方らしいですね。そう。私はね、食事してから2時間は経ってないな。しかも裸じゃないな。だって、アルバイト先のさ、パート先の、スポーツジムのお風呂でこっそり測ってるだけなんで。そう。なので、まあ、データがどれほど正しいかわかんないけど、まあ、傾向として、今月は徐々に、後半ですね。後半ググッと上がって、今 34.7% になっています。まあ、ここはね、ここで今一喜一憂するようなところじゃないので、まあ、長く測りながら、また傾向を継続的に見ていきたいと思います。まあ、なんたってね、先週だったっけ？先々週だったっけ？いつだったかちょっと忘れちゃったけど、私の目指すのは 8% ですからね、8%。私が、BMI を正常値の22に、男子も女子もね、日本人は平均が22なんで、平均の22にするには、私の現状、体脂肪率が 8% 台じゃないと22にならないっていう計算上のデータが出てるので、まあ、ちょっと 34.7 って、まあ、もう、
何の話かよくわかんないような数値ですね。まあこれもね、徐々に体重が落ちていく中で、どのようふうに変化していくかっていうのは、すごく楽しみなデータになってます。まあいつかね、体重が落ちていって体脂肪率がどういうふうに変化していくかっていうことは、まあ長く取っていく中で、面白いデータが出るんじゃないかなと思ってます。まあね、そして、もしかしたら、そんなに遠くない未来に、ちょっとまともなね、まともたって、まあ5000円も出すと、なかなかいい体重計あるじゃないですか。まあいろんなデータがかかる。そして今、サブスクで、体重計があるみたいですね。うん。月400円ぐらいで、なかなか高性能の、体重計が来て、それは、携帯とリンクしてデータをしっかり取ってくれるっていうやつ。うん。ただね、私はね、やっぱね、部屋で裸になって撮るっていう、まあ、安定したデータが取れるかっていうのがちょっと不安で、うん。まあ、同じ時間にいつも測れるかっていうのが不安で、というのは、私は結構適当なので。だからこそ、バイトパートに行った時に週5回だけども、測ってるっていうのが今の現状なんですよ。だからまあちょっと今のところ体重計どうしようかっていうのはまだ検討中です。で、いつも通り、じゃあ死亡率がどうかって計算してみました。まあ体脂肪率がババッと上がってるので、まあ死亡量も増えてますね。3月2日が 32.5。で、昨日が 30.5。これ自体、その前の月、それこそ、16時間ダイエットを始めた2ヶ月で、じゃなくて2月は、まあ、2月だけで 5キロぐらい脂肪が落ってるんですよ、計算上。それに対して、わずか、1ヶ月で 2.5 キロも戻ってるかな。2.5 戻るほど脂肪を摂取 してるか。蓄えられるような脂肪の取り方してるかっていうと、まあ、そんなことはなく、いや、そんなことはありえない。まあ、確かに、これ、100グラムぐらいサラダ油吸ってますよね、みたいな、天ぷらを2回ほど食べたけどさ、まあ、それがね、何も対処しないで蓄積したとしても1キロじゃん。そう。じゃあ、それ以外のところで脂肪を、たまるだけの脂肪をどれだけ取ってるかって言ったら、取ってないよ。うん。そう。となると、やっぱこのデータちょっとおかしいなって思ってるはいるんです。はい。まあ、これも先ほど言った通り、継続的なデータを取りながら、そのうち考察していきます。そんなわけで、いつも乗っけてる睡眠時間。今月はどうだった、今週だったらどうだったか、皆さん見ていきましょう。まあね、先週乗っけてたのと大差ないようなグラフなんですけども、まあ、よく見たら、先週も、1ヶ月分乗っけてたんですよね。実は1週間分のデータももちろん載せられるんですけども、まあ、来週から気をつけるとして、今月の睡眠データは、こんな感じなんですけど、まあ、見てみると、まあ、快眠度が高いのは、まあまあ、まあ、75% 以上っていうのは、まあ、最初の頃、気をつけた頃なんかもあるんですけど、まあ、全体的に、快眠度が、まあね、そんな極端じゃないんですけども、ちょっとずつ改善してるような気がする。まあね、2週間前、データ取り始めて2週間目だから、一週、二週、三週間ぐらい前は、まあ安定して、なかなかいい数字だったんですけども、まあね、3月の後半に入るあたりから、後でね、ちょっとお話しますが、まあちょっと寝る量が減って、で、まあそんなの仕方ないよね、なんてのを前のね、反省会でも言ってたんだけど、まあ今週は、まあ、意図的に寝る時間を、なるべくね、2時にはもう作業を全部やめて、2時だってお昼の2時ですよ。私15時から寝ようって決めてるので、決めてるだけで実行できてませんけど。で、まあ、2時には終えようと思うんだけど、いや、ここでほったらかして寝ちゃったら、後で大変やんっていうか、間に合わんやんっていうようなことがあるって、まあ、そうすると、ずるずると、というわけで、まあ、今週も、もう 50% 切っちゃうっていう日がありましたね。うん。
まあ、そこはね、やっぱり今後の反省点ですよね。そう。まあ、この規則性に関してもそうですね。まあ、一個ピッと飛び抜けてるのは、徹夜しちゃった時のなんですけども、まあ、布団に入るのは大体16時になっちゃってるのかな。あ、これ睡眠か。布団に入るのはね、15時も結構あったの。15時も入ったんだけど、15時に布団に入ってから、まあ測定器はね、この睡眠の測定するのはまあスマホだから、まあ、手元のスマホがあっちゃうわけだよ。あっちゃうわけですよ。そしてやっぱね、なんかスマホのなんかちょっと動画を聞いてると私なんかスッと眠りに入っちゃうんですよね。まあ、変態ですかって言われても仕方ないような、音声を聞きながら、まあ、最近は眠りについてるんですが、なんか、内容知ってるくせに、なんか聞き入っちゃうんですよね。それもまあ、後でね、ちょっとお話しします。まあ、そんなわけでですね、まあ、15時に布団に入ったら、寝るのはやっぱ16時になっちゃうっていうのがちょっと悪い癖なので、14時に布団に入れば、まあ、15時にっていうふうにできないかな、なんて思ってるんですけども、ただね、規則性のデータからっていうわけじゃないんだけど、私もしかしたらね、7時間半眠れないんじゃないかな。疲れてないから寝れないのか、もしかして、6時間ぐらいが私の中のベスト睡眠時間なのか、まあ、ちょっと何とも言えないんだけど、でもね、なんだろう、起きる時間はね、まあ、目覚ましで、この子ね、しっかりね、だいたいね、10時、まあ、22時38分ぐらいになると、音が鳴り始めて、音が鳴るのが、鳴る頃にはもう確かに半分目覚めてて、音が鳴るなってのわかるんですよ。なんか、目覚まし時計がカチャってなるような感じで。で、わかるんで、まあ、だいたい、その頃には起きるんですけど、何回かね、止めてからもう一回寝たかな。まあ、もちろん、バイトに遅れるっていうことはなかったんだけど、バイトがない日に、あ、まあ、もう一回寝ちゃおうみたいな。そのまま、また2時間、2時間ぐらい寝てた時もあるかな。だからまあ、止めちゃった後だから正しいデータにはなってないんですけども。まあね、どうだろう。7時間半眠る努力が、まあ、足りないのか、もともと5時間ぐらいがベストなのか、ちょっとわかんないですね。まあ、これもまだまだ継続しながら、研究していきたいと思います。さあ、そんなわけで、今日のメインイベント。そう、良かったところをまとめました。なんか、ちょっと、なんだろう。春になったからかな。なんか気持ちがすごくね、軽くて前向きになった気がするんですよね。まあ、このね、良かったとこね、実は10項目まで出ました。そう思い出しながら書いていくと。そして10項目目が、あれなんですよ。なんとなくね、自分が鏡を見て小さくなった実感を感じるんです。小さくなった実感。あ、なんか、やっぱりちょっと痩せたよね、みたいな。そう、まあ、もちろん写真撮るときとかは、まあ、写真家なんで、まあ、それなりに、この角度で撮れとけば後で修正でなんでもなるみたいなところってやっぱあるわけですよ。人によりけりで。まあ、私もそうだし。まあ、そういうタイミングで撮ってるから、まあ、写真だけ見てると、そんなにね、100キロもあるように見えないことは見えない。そう。ただ、なんて言うんだろう。立ち姿とか横向いてたりとか歩いてたりして、やっぱね、ちょっと痩せたなっていうような実感を最近感じる。まあそこからね、ちょっと気持ちが全然違ってきてるのかもしれないし、もしかしたらね、このポッドキャストがね、私すごく楽しくなってきたの。最初からね、正直言うよ。最初から楽しかったわけじゃないんだよ。そう。スマホに向かって喋っても、なかなかさ、言葉は出てこないし、毎日テーマを考えてても、そのテーマもね、なんか、頭が動いてない感じなの。こんなに頭とろかったっけって思うぐらい、なんか、そんな感じだったんだけど、最近は、まあ、ノリノリで出てくる。だってさ、一日、ポッドキャスト2つ、3つ分喋ってるわけだから、まあ1時間半ぐらいは喋ってるよね。
そう、スマホに向かって。でも全然ね、なんか毎日喋り足りないもん。もっともっと喋れる。そう。それくらいね、なんか喋るのがすごくね、楽しくて仕方ないの、今。うん。まあそんな楽しいことやってるからこそ、なんかやっぱり、テンションがね、いい感じに、モチベーションが取れてるのかもしれないね。まあそんな中で、今週はね、良かったところ。アンチエイジングについて、私は興味を持った。うん。そう。やっぱね、写真、あ、そうね、今日、今週使ってる写真はちょっとそうだね。なんか目の下にちょっとクマっぽい気がしない、まあ、光の当たり具合なんだけども、なんかね、寝不足みたいな青いクマがあるのよ。それがね、寝不足なのか栄養不足なのか、お年を召したせいなのかっていうのはちょっと判断つかないんだけど、まあ、いろんなホームページを見てみると、まあ、色で判断できるというんだけど、私はなんか寝不足プラス栄養失調みたいな気がするんだよね、私のやつは。うん。まあ、そういうところも含めて、まあ、いつまでも若々くいたいっていう気持ち、いつまでも若くてピチピチで元気な私でいたいっていう気持ち、まあみんなね、お姉さんたちみんな言うけど、その気持ちがようやくわかった。うん。私もそう、いつまでも元気で、私らしい私でいたい。だからアンチエイジングも今後ね、しっかり研究していきたいなと。うん。いっぱい増えたね。脱毛でしょ、ホルモン注射でしょ、アンチエイジングでしょ、そう、ダイエットでしょ、まあ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 。大人の自給研究はまだまだ続きます。まだ始まったばっかりですかね。うん。まあでもすぐっていうことではなくて、どんな食べ物が老化を防ぐかってあたりから、徐々に取り入れていきたいと思うんですが、まずは、水と言ってるけども、16時間断食が安定して、自分のリズムとの生活のリズムの中にしていけるように、睡眠とかをしっかり、取れる体にしていくのが最優先だと思ってます。はい。まあ、特段ね、アンチエイジングに時間をかけてるわけじゃないんだけど、去年はね、日焼け止めももう全然使わずに、持ち歩きもしなかったんだけど、さすがに、帰りは直射日光を浴びながら帰ってくるので、日焼け止めを今年は結構、IR フィルターが入ってる日焼け止めを、使ってます。うん。あとね、来週からは、まあ来週というか明日からは、日傘を持っていこうと思います。うん。私の体がぽっぽり収まる日傘持ってるので。うん。去年は日傘も一回も持っていかなかったんだよね。そう。そして二つ目は、これも発見なんだけど、私ね、立ち姿が汚い。本当に汚い。本当に、人に見せられない。だから、外歩けないっていうぐらい、立ち姿が汚い自分に気がついた。うん。まずね、顎は出てるでしょ。まあ、首がね、前に出てて、なんだろう。古いけどさ、古くてわかんないかもしれないけど、ET みたい。ET 分かってくれるって人が視聴者にいてくれると嬉しいけど、まあ、どうかな。まあ、分かんなかったら ET で探して。ET。うん。昔のアメリカ映画の、宇宙人、ET。うん。ET みたいなの。そして、まあ、猫背な上にお腹が出てるでしょ。だから、お腹が出てるからって、やっぱりね、私もちろんさ、男の子の体だから、中性脂肪もさ、お腹周りの中性脂肪いっぱいあるんだけど、でも、体重も体重だから、皮下脂肪も多いわけよ。だからね、胸のあたりとか、肩のあたりとか、もともと幅広いんだけど、そこについてる、お肉がね、皮下脂肪がね、やっぱね、重たいんだろうね。なんかね、ほんと猫背で、何をしてても、ってさ、なんだろう、綺麗な立ち姿になれないの。しかもそれも意識しないと。意識してればできるんだけど、それに気づいたの。気づいたってことが、まあ何よりもね、今月の発見かな。まあ今週の発見だね。だからさ、立ち姿を綺麗な立ち姿で言い続けるための、まあストレッチとか、チャット AI に聞いてみてて、試してみたりしてる。あとは、家にいてもなんか作業しても、あんまり気を許さずに、しっかりした立ち姿を維持しようっていう心構えがちょっとできてきた。うん。それで、まあ、いずれは改善できるんじゃないかなと思うんだけど、立ち姿が悪いのもやっぱり筋肉の問題だと思うんだ。だから、まあ、もうちょっとってか、内臓脂肪
が、ね、もっと折ってきたら、立ち姿をしっかりきれいにするため の筋トレももうちょっと増やしていこうかななんて思ってます。まあね、どっちにしても皮下脂肪、まあ体がね男の子だから皮下脂肪の方が断然やっぱ多いわけよ。おそらく。うん。体脂肪組織系みたいなのがあればまあわかると思うんだけど、まあ普通に考えて男の子の体だからね、中性脂肪の方が、内臓脂肪の方が多いはず。うん。そして内臓脂肪の方が皮下脂肪より落ちやすいから、まあそんなにかからなくても、まあお腹は減っていくんじゃないかな。まあ確かに減ったは減ったし、まああんまり言いたくない話だけど、お腹が出っ張ってるとさ、立ってる状態で、つま先見えないのよ。そうそう。私は、つま先見るには、かなり、前傾姿勢のお辞儀をしなきゃ見えなかったんだけど、最近は、首を下に下ろすだけで、もうちょっとでつま先は見れるぐらい。うん。まだね、お腹と胸のね、お肉が邪魔して、まあ、いろんなものが見えませんけど、うん。そう。まあ、そんな感じで、立ち姿勢の、アンチエイジングの、必要性、もう気づいたし、立ち姿の汚さも気づいた。気づけば改善の方法が見えてくると思うのね。そして、最初に言ってたダブルの正体は、水分補給です。まあ、それはまあみんな、わかるよね。わかるよねっていうか、まあ、わざわざ隠す必要もないんだけど、なんか資料作ってて隠してみたくなったんだもん。うん。水分補給。まあ、さっき言った通りに、やっぱりね、水分補給って重要なのね。正しいね、水分補給、一日取ればいい水分量のデータとか測り方っていうのは、私ちょっとね、今週もね、調べるの忘れてたんだけど、確かね、一般的な標準的な体型、だからまあ、平均的な、BMI が22ぐらいの人だと、1日2リッターぐらいじゃなかったかな。で、私はね、以前なんかで計算して、私には3リッターぐらいのお水が必要だっていうふうに思い込んでたのよ。うん。でも、今はね、普段、まあ、仕事をしてる時とかに飲むような、まあ、水分だね。私の場合は、毎日飲んでるのが、トマトジュース 200cc に、レモン大体、50cc ぐらいかな。レモン果汁 50cc ぐらいかな。で、それに、水を満タンにした、水っていうか沸かした後のね、お水を満タンにした、脳をだいたい1リッター。そして、純リンゴ酢が 30ml ぐらい入った炭酸水を 500cc。で、その他にお茶とかコーヒーで多分、500cc ぐらい飲んでる。まあ、これで2リッターだよね。それプラス、食事の時に、今まで1リッターぐらいの食事の水を張った中に、まあ、野菜とかババババって入れて、自家製のね、いただいた味噌とか、普段はね、塩だけ、煮干しだしに塩だけみたいな、野菜の風味のだけで食べるみたいな感じのね、すごいあっさりとした味付けのものを、食べてたんだけど、今は、1リッターじゃなくて、2リッターに増やして、本当3リッターのお鍋、3リッター、だいたい3リッター入るんだな、の圧力鍋満パン、うん、に、もう、お野菜に、お出汁に、お水に、まあ、満パンのやつを、1回の食事で全部食べてる。うん。もうね、もうほんと8切れるぐらいお腹パンパンになるんだけど、でも、本当にね、3時間経つとスーッとなんか、しっかり消化された感じで、まあ、消化の悪いもんが入ってないからね。うん。まあ、強いて言えば煮干しぐらいなもん。そう。ね、吸って、消化されて、まあ、5時ぐらいまで起きて、15時ぐらいまで起きたりするとなんかお腹減ったなって思うぐらいの、やっぱそんな感じなの。そんだけ3リッターもバコボコって食べて。そう。でも、そうやってて、そういう、食事のリズムに変えたところ、まあ、102.5 ぐらいで低下したのが、まあ、一気に101キロまでおったと。まあ、それ今週の話ね。だからね、まあ、お水ってやっぱ大事なんだったなっていうことも、改めてね、
知った。もしかして私はね、1日もしかしたら3リッターじゃ足りないのかもしれないね。まあ、しばらく、お水の多い生活を続けたいと思ってます。そして4番目は、甘いものがどうしてもね、まあ何回も何回もコンビニに走っては、セブンイレブンの、悪魔の城のね、ドーナツを買ってきては、食べて食べてっていうのを、ほんと、今週も1回あったかな、先週は2、3回あった気がするなっていうぐらい続いてたんだけど、その甘いものが欲しくなる原因が分かったの。うん。その病気の元は、タンパク質不足だわ。うん。私ね、計算上、まあ、詳しく知りたい人は、私のやってるね、今日のアウトプットのシリーズを見ていってください。うん。計算上はね、タンパク質って、1キロに対して1グラム必要なの。うん。そう、毎日ね、食べる分。ってことは、私100キロ、102キロぐらいあるから、だから、タンパク質は、100グラム、通常、100グラム以上取らなきゃいけないわけよ。うん。で、タンパク質が、まあ、タンパク質はさ、人間の体を作る重要な要素だからね。うん。タンパク質を取らない、少ない、タンパク質を取る量が少ないと、人間の体はやっぱり、すぐにエネルギーになるものを欲しがるの。そうすると、すぐになる、エネルギーになるもの。それは、まあ、しょっぱいものか甘いもの。そう、塩分はね、やっぱお味噌汁とかの中に、まあ、それなりに入ってるよ。塩分が足りてないってことはない。うん。そう、取りすぎってこともないと思うけどね。取りすぎってこともないと思うけど、まあ、足りてないってことはない。そう。で、そうすると足りないとしれば、タンパク質だと思うんだよね。うん。取ってないってことはない。だってもう、朝の特製ダイエットフードにも、タンパク質っていうか、まあ、大豆の煮たやつに、豆乳に、まあ、タンパク質が多いと思われているものは結構入ってる。まあ、それにしても、じゃあ 100g を、タンパク質 100g を満たすだけの量を取ってるかって言ったら、まあ、取ってないね。うん。で、まあ、もちろん、タンパク質も取りすぎれば、脂肪細胞にね、脂肪がどんどん溜まっていくので、まあ、取りすぎていいわけでもないけど、少なすぎても、まあ、代謝が、うまくいかないわけよ。となれば、やっぱり甘いもの欲しくなるっていうものを抑えつつ、抑えるためのタンパク質をしっかり取る必要がある。っていうことで、やっぱりドーナツかとも思わないでもなかったんだけど、そこはね、ちょっと利口になった私は、ドラッグストアにね、走った。まあ、転がったわけでもないし、普通に寄っただけだけど、そう、そこで、やっぱりね、プロテイン飲料、まあ、ドリンクもあるよね。そう。もちろん、プロテイン飲料、そう、プロテインもさ、いろんなものがあって、まあ、ね、私はね、あまり好きじゃないのよ。そう。本当、良質のプロテインのやつを買おうと思えば、スーパーに売ってるわけじゃなくて、そう、友達に頼んで購入しようと思えば、まあ、購入できるし、でもね、そういうのってやっぱ高いわけよ。そう。そう、そこに今投資できないから大豆を煮て、まあ、一生懸命大豆食べてる、まあ、って感じなんだけど、まあ、そう思うと、プロテインは、プロテイン飲料っていうのはちょっとな、私の中ではなんか嫌だなとか思ってて、結局甘いものが食べたくなっちゃうのも本音だよ、本音よ。そこで、今さ、あるじゃん。プロテイン何グラム入りの、チョコのお菓子とか、クラッチのお菓子とか、あれをね、見に行ってきた。そう、バッチリ見てきた。バッチリ見てきたらさ、まあ、高いのも安いのもあるけど、私が行ったところはね、130円、消費税で1本150円ぐらいかな。それ、そういう150円ぐらいで売ってるのが、タンパク質15グラム入りぐらいだったね。で、120円ぐらいのが10グラム入り。え、こんだけ取って100、で、15グラムしかないのぐらい思ったわけよ。だからね、やっぱりね、私はタンパク質不足なんだわ。かなり。うん。まあ、それで、それを何種類か買って食べてみた。うん。まあね、いっぱい、何種類か買って、部屋にっていうか、まあ、貯蔵庫っていうか、隠してるところに、まあ、隠してるったって、自分は、自分でどこに置いたか知ってるんだけど、あると、まあ、2個あれば2個食べちゃう。ダメね。
目の前にあると我慢できません。うん、だからまあ、毎日帰りに、仕事の帰りにね、途中のでっかいスーパー行って、ドラッグストアもあるから、そこに寄って、まあ、一本買って、でもね、ひどいの。二本買うと10円引きって書いてあるの。そう。で、二本買ったら食べちゃった。あそこはね、心を鬼にするか、まあ、プロテインだと思って食べちゃっても、量に、鬼にするかっていうところをちょっと検討しながら、まあ、毎日じゃなくて、特に疲れた日とか、ハードに、トレーニングした次の日とかは、まあ、そういうものを買っていって、ちょっと、タンパク質の補給に努めようかな、なんて思ってるの。うん、まあ、何者よりもね、甘い干し物が欲しくなるところの原因が分かっただけでも、まあ、儲けもんだよね。そう。そして、その中で、納豆を、うん、腸内環境をさ、良くするために、納豆を1日1パック食べることにした。うん。まあね、やっぱりね、私、僕は出るときは出るんだけど、16時間断食始めた頃のように、快便じゃないわけよ。まあね、ちょっと前よりちょっと良くなったよ。先週、先々週よりは全然いいんだけど、まあダイエットは近く朝食べてるダイエットフードの中のオリーブオイルを通常の倍入れるようにしたりとか、うんと、とかしたんだけど、やっぱさ、なんて言うんだろう。腸内細菌が、やっぱちょっと足りないんじゃないかな。そう、それを補うような、整腸剤に、まあ、変えればいいんだけど、今使ってる整腸剤は、ちょっと違うんだよな。うん。まあ、食後に酸素物質が飲んでるのをちょっと倍に増やしてみようかな、今日から。うん、ちょっと取りすぎなのかもしれないけど。そう。どう考えても、食物繊維の多い食材を、あんだけ取ってるにもかかわらず、こんだけ便の出が悪いとなれば、まあ、腸が動いてないと考えるしかないよね。だからまあ、マッサージする、しつつ、寝る前に布団に入ってからまあ、マッサージするんだけどさ、マッサージしつつ、食物繊維を取りつつ、で、まあ、食物繊維の、腸内細菌を、もうちょっと研究しなきゃいけないって思って、まあ、腸内細菌、手っ取り早く取れるのはさ、まあ、オリゴ糖とか、そう、ちょっと間違ってた、ごめんね。オリゴ糖と、ヨーグルトとか、発酵食品だよね。まあ、発酵食品、なんだっけ、味噌汁もそうだね。だから最近味噌汁、自家製味噌汁、味噌を買ってるし、味噌もそうだし、キムチ、納豆、まあそんなもんだよ。うん。まあ卵もそうだけど、卵今高いじゃん。高いから。そう、卵もね、すごくいいらしいけど、まあ高いから、まあ卵、ね、卵あると私ゆで卵大好きだから、まあ茹でた分みんな食べちゃうわけよ。だからさ、まあ、毎日3個ずつ茹でるのもちょっとかったらいいなーなんて思っちゃって、まあ、3個ずつ食べても、1週3日に200円、300円。まあ、どうかなーなんてちょっと時短だ踏んじゃって、それだったら納豆の方が安いかなと思い、安売りの時3パックで、私が行ってるスーパー3パックで、80円ぐらいかな。うん。まあ、なので、まあ、まあ、1日1パック食べてもいいかなって思って、ちょっと納豆を毎日食べるようにしたの。同時に、キムチも買ってきて、キムチ納豆にして食べようと思うんだけど、キムチもさ、日本で売ってるキムチって、ぶっちゃけ、添加物だらけだ。だらけ。うん。もちろんさ、自分のところで作ってますっていう、ところが、まあ、近くにあって、まあ、そこで買えばいいんだけど、お値段がね、ちょっと割に合わ、いやもう味も美味しいしさ、割に合わないなんて言ってらんないと思うんだけど、まあ、それならまあ、キムチ納豆諦めるかっていうようなお値段だったから、まあ、量もそこそこで、で、添加物もそんなに激しいわけじゃなく、ない、キムチをスーパーで選んで、そう、まあ、セールの日にセールで売ってるものなんだけど、まあ、選んで、まあ、それを、
使って、キムチ納豆をしばらく毎日食べ続けようと思うの。まあ、1ヶ月ぐらい。まあ、1ヶ月ぐらい続けると、何かしらなんか、結果みたいのが見えてくると思うんだよね。うん。で、そのついでに、私ね、納豆ね、何回か、私の持ってるヨーグルトメーカーで、培養して作ろうとしたんだけど、一回も成功したことないの。うん。まあ、ヨーグルトメーカーがあるから、そうだ、そう、ちょっと話戻るんだけど、ヨーグルトメーカーもあるから、まあ、ヨーグルトを培養して食べようかも、とも思った。でも、ヨーグルトを作るには、まあ、牛乳いるわけじゃん。で、私の冷蔵庫、ほんとホテルにあるようなちっちゃい冷蔵庫だから、だから、まあ、作ったヨーグルトをさ、冷蔵庫なんか入れとくのもスペースないし、まあ、ヨーグルト別にね、夏でもさ、常温のところ置いといてもさ、まあ、すぐ腐るわけじゃないからさ、うん、そもそも発酵食品だし、まあ、70度以上の温度で発酵してヨーグルト作るわけだから、まあ、常温に置いといてもいいと思うんだけど、まあ、なんせね、今ものすごくさ、牛乳があまり余ってて、乳牛をさ、飼育してる人たちさ、ほんと、乳牛1頭、殺処分にしたら、助成金15万円もらえますみたいなのがニュース出てたけどさ、まあ、そんななのに、牛乳は、値段は下がるわけじゃなくて、上がる一方。うん。だからまあ、ヨーグルトよりも、納豆の方が安いなって、納豆キムチの方が安いなと思ったわけよ。で、まあ、納豆の話なんだけど、納豆もさ、ヨーグルトメーカーを使って何回か培養しようと、頑張ったことがあるんだけど、なんかね、うまくいかないんだよね。うん。そう。まあ、それで、私はさ、多分、あれじゃん。ビニールの袋、パチって止まるやつ。名前が出てこない。なんだっけ。そう。あれじゃん。そう、100均とかに売ってるやつだよ。そう、ジッパーがついてる。あれを、あれの大きいやつに、いつも、煮た水煮を、なんだっけ、大豆の水煮を入れて保管してるんだけど、あれだったらね、狭い、冷蔵庫の中でも形変えてポポって入るからさ、そう、なんだけど、なんだっけ、大豆の水煮を作ってからね、煮てから、一晩ぐらい置いとくと、なんかね、粘り気が出てくるのね。そう。粘り気が。そう。で、それを見ながら、意外と納豆は簡単に作れるんじゃないかなって思ったのよ。うん。それでね、さっき試したんだけど、その袋の中に、煮た、柔らかく煮た、なんだっけ、大豆を入れて、その後に、納豆3パック入れて、ね、ぐちゅ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 って、もうほんと納豆菌を全体に混ざるぐらい、して、そして、ベランダの日が当たらないとこに、ちょっと、ビニール袋に入れて、かけてみた。そう。直射日光が当たるところの方が、まあ、温度は上がりやすいと思うんだけど、まあね、まあ、二日三日じゃできないんじゃないかなと思うけど、一週間ほっといたら、納豆になるんじゃないかなと思って、ちょっと、それだったら、まあ、簡単にね、コストもかけずに納豆を培養できるので、いいんじゃないかなと思って、私は納豆を今日から愛することにしました。まあ、そんなわけでですね、もう45分くらい喋ってるんだけど、このまま喋り倒す。と、月1回のお祭りなので、私の。で、その次。そう。で、悪魔の城の攻略法をゲットしました。まあ、まさにさっき言ってたのなんだけど、ドラッグストアで甘いものを、甘いパン、プロテイン、お菓子を買ってくるっていう前提だったら、もうコンビニに行く用事ないじゃないですか。うん。そう。コーヒーを買いに行くか。私の場合コーヒー好きだからね、コーヒーを買いに行くか。コーヒーを買いに行くか、それとも、立ち読みしマガボンをキングダムを読みに行くか。うん。そんなぐらいなもんになってしまったの。まあ、お金下ろし行くか、みたいな感じだけど。まあね、私はあんまり現金持ち歩かないから、1ヶ月に1回ぐらいしか下ろさないし。そう。そうすると、もう悪魔の城に行く用事がほとんどないので、まあもう攻略って言ってもいいんじゃないかな。もうね、コンビニは私の、冷蔵庫じゃなくなりました。うん。そう。もうあれは私の中ではもう廃墟にしか見えない。極端？いいよ。私極端なの。わがままだから。で、
7番目、ピンクの衝撃。あのね、私はね、人からもらった、自分で買った服よりも、人からもらった服の方が嬉しくて、人から服をもらうの大好きなんだけど、やっぱりね、私本当、SNS 立ちして3年ぐらい経つと、やっぱ身近な知り合いとの連絡もほとんどね、途切れ途切れなのよ。そうなると、まあ、服いらないって言ってくれる人もなかなかいなくなっているのが現状で、春にもう着る服がほとんどなかったの。で、まあ、ちょっと痩せてきたから、もうちょっとちっちゃい服とかも着れるかなって思って着ては見たんだけど、いや、ちょっとまだちょっと無理だなっていう服も多くて、で、まあ、普通の女の子からもらってるからね。と、それで、ウィッシュで、安売りしてるときに、安売りっていうか、買ったのよ。2着ぐらい。まあ、その中の1着が、まあ、両方ともね、写真で見たときはそんなにピンクピンクしたって感じじゃなかったんだけど、まあ、届いたらね、本当ね、小学、低学年の子たちが喜ぶんじゃないかみたいなピンクピンクした、どっちかというと、フィリピンのさ、マダムが着てるようなさ、すごい、ショッキングなやつで、私ピンク好きだから、ピンク好きだからさ、いいんだけど、これをさ、着るのはちょっと勇気いるべすなと思って、まあ、3週間ぐらい眺めたんだけど、まあ、勇気を出して着てみた。うん。職場行くときね。さすが歴代のお姉様方。そのピンクすっごい鮮やかで綺麗で似合うねって言ってくれたのがもう嬉しくて、そっからね、もう私はもうこのピンクのやつを、毎日は着ないけど、そう、週2、3回は着るようになった。うん。それで着るバリエーションが増えて、この春、4月、5月は乗り切れそうな気がする。うん。まあね、また、ウィッシュも、すごくさ、送料高いんだけど、定期的に買い物すると、送料無料の期間の割引が来るのよ。そう。すでに今、送料無料の割引券のやつが来たから、まあ、来月も、ちょっと3000、4000円ぐらいは、ちょっとなんか買ってみようかな、とか思ってます。うん。そう。まあ、私もね、足も大きいし、体も大きいし、ウィッシュはさ、まあ、外国基準じゃん。で、まあ、ガジェット類とか、まあ値段、実際触ってみると、ちょっとがっかり系のものも多いんだけどさ、がっかりするのも含めてちょっと楽しいんだよね。うん。まあ今月だったのかな、今月頭あった9点のセールでも、まあインナーを買ったりとかして、まあなんだかんだ言って、春から夏にかけての服はまあ、そんなにまあまあ、あるもん着れるかな、みたいな。夏頃までに、あともう10キロぐらい落とせたら、まあ夏着る服もまあそれなりにあるしね。うん。そう。で、来年の秋から冬にかけては、もう多分、今ある服では大きいっていうぐらいのサイズになってるから、まあそうするとね、また買う必要が出てくるかな、なんて思ってる。そう。そして、次、8番目。私はね、ポッドキャストを、さっき言ってたじゃん。寝る前に、ちょっとおバカなことやってるって言ったのは、私はね、自分で収録したポッドキャストを聞きながら寝てる。私ね、実は自分の声がすっごいコンプレックスだったの。だから、自分の声を聞くのはほんと嫌いだったんだけど、慣れって怖いね。編集中にやっぱ自分の声聞くわけじゃん。そうすると、どんどん慣れてきて、最近は、いや、ちょっとかっこよくね？って思っててさ。そうそうそう。もう自分で収録したからさ、もちろん内容もわかるわけよ。そう、でも内容もわかるんだけど、まあ、BGM のように、私の自分のポッドキャストを聞きながら、最近寝てる。うん。友達にね、昔から知ってるさ、友達に、いや、実はさ、声嫌いだったんだけど、ポッドキャストを始めたらさ、自分の声が好きになってさ、最近は自分の声を聞きながらね、寝てるんだよね、って言ったら、あんたって変ねって。そう、そんなの今さえ言われなくてもわかります。私は変なの。うん。それでいい。それでいい。うん。それが私らしい。そして、まあ、やっぱりね、昨日のね、エミキャストにもちょっと、昨日のエミキャストにもちょっと話したんだけど、ついに新潟県長岡市も桜がやってきて、
そう、今日あたりね、きっとポツポツ咲き始めて、明日満開ぐらいかな。私はね、なんか、あと金曜日はね、なんかどこにも外行きたくない病が出て、今日はね、朝、深夜からずっと、部屋でパソコンを迎えながら作業してるんだけど、明日は、バッチリメイクして、外に桜を見ながら散歩しようと思っています。それでまあ、春万歳にしたんですが、まあ、最後の10番はさっきお話したように、ちょっと小さくなった時間を感じてテンションが上がってきたっていうことで、そこの気づき10個が今月のね、一番良かったところじゃないかなと思ったの。うん。何よりもね、前向きでいれる自分が、やっぱ嬉しい。すごい嬉しい。春は最高。冬のね、白い雪も好きだし、春の汚くなった雪も好きだけど、やっぱり春は最高。そう思ったね。3月の終わり、最終日です。で、じゃあ、バットはどうかというと、バットはこんな感じよ。バットはね、まあ、ポッドキャストもそうなんだけど、YouTube 自体がすごくなんか面白くなってきて、まあ、チャンネル登録数はね、相変わらず、ほんと、週何人増えるんだろうぐらいな感じだけど、まあ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 、最初のほんと、ショートムービーしか上げてなかった頃に比べれば、格段にいろんなことが起こるよう、分かってきて楽しくなってきた。うん。視聴者数も、視聴数も、ありがたいことに、ちょっとずつ伸びてるっていうのを実感する。うん。そう。それだけに、あれやりたい、これやりたいなんていうアイデアがどんどん出てくるんだけど、まあ、そのアイデアの渦に飲み込まれちゃって、なんか余計なこと手出しちゃうと、寝る時間が遅くなっちゃうっていうのが、ま、正直なところで、まあ、ね、3月って大体、まあ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 、しばらくこの体制でやっていこうっていうリズムができたので、このね、昼ビル放送局の方は、4月いっぱいは、現状のまま、あまり、突飛要衝の、急に違うことをしずに、現状維持を貫こうと思ってるの。ただ、もう一つの、マコイズムの方は、マコイズムの方がね、普通のショートムービーは、まあ、絶好調というか、まあまあ続けてるんだけど、ショートじゃないムービーがすっごいもう、全滅ってぐらい、もう、本当に、何を投稿すればいいんだろうぐらい、ちょっと残念展開なのよ。うん、だから、ま、そこの手こ入れを、まあ、4月は、ちょっとやっていこうと思って、まあ、だからこそ、ま、こっちはちょっと現状維持っていうことにしようと思うの。なんで、まあ、いずれ、もうちょっと詳しく、もう一つの、チャンネルのことを、なんかでお話したいなと思ってます。そして、3番目。ぶっちゃけ、さっき言った通りに、タンパク質が足りないと思うんだけども、タンパク質の他にも、脂質もやっぱ足りてないんじゃないか。ぶっちゃけさ、自分の体に何が足りてないかわかんないわけよ。だから、単品ダイエットじゃなく、単品サプリを飲んでも、ぶっちゃけ意味なんかないわけよ。うん。そう。だから例えば、ビタミン C の錠剤を飲みました。ビタミン C だけグッと上がっても、ビタミンって、一番、ね、59種類だったかな、ある中で、その中で一番少ない量の平均化、量に合わせた分しか、ビタミンは使われなくて、それ以上はもう余っちゃったものは全部お仕事一緒に出ちゃうのね。ちょっと、説明が足りてないけども。ってことは、一番足りてない、栄養素を補わないと、サプリの意味がないわけ。そうすると、ぶっちゃけさ、いろんな栄養素が入ってる、サプリを飲まないと、単品サプリ飲んでも何の意味もないわけよ。だからってさ、まあ、そういういろんな栄養素がしっかり入ってるサプリもあるよ。ある。確かに。うん。そう。でも、高いの。買えない。とっても。うん。だからこそ、まあ、サプリに頼らず、やっぱ食事でってなると、まあ、いろいろなもの食べるのが一番いいんだけど、やっぱりね、お財布事情的に何でもかんでもってわけにはいかないから、
まあ、これが足りないんじゃないかなっていう栄養素に近いしもの。ほら、なんだっけ、何年か前か忘れちゃったけどさ、厚生労働省がね、栄養教材に採用したのの中に、6つの基礎食品群っていうのがあってさ、そう、それなんかを、その表なんかをさ、見てると、そう、私はね、まあ旅行、そう、3群ね、旅行食野菜とか、まあ、ビタミン、ミネラル系はそれなりに取れてると思うんだけど、現在、まあ、多分取れてないだろうなっていうのは、そう、タンパク質だよね。タンパク質は足りてないと思うんだよね。タンパク質と、炭水化物、そうが、なんか圧倒的に足りてない気がするの。そう。でも、まあ、炭水化物も、タンパク質も、まあ、特に今まで大量に取りすぎてきてたものではないか。まあ、炭水化物は今までさ、もう死ぬほど食べてたわけだし、そう思うと、なんか、今どれくらい食べたらいいかっていうのもちょっとわからずに、まあ、現状維持みたいな感じ。だからまあもしかしたらね、週1回ぐらい天ぷらうどんを食べるぐらいが、まあ私うどんも大好きですね。お蕎麦も大好きだから、まあ天ぷらそばでも、作って食べるぐらいが、まあ、いいのかもしんないけど、まだちょっとね、そこをなんか、乗り出す勇気がないのよ。順調に体重を追ってきたから。だからね、もしかして今後また、何の栄養素が足りないかって分かんない状態だと、ちょっとそこら辺テコ入れしていくかもしれない。で、4番目が日常化が難しい。まあ、これはね、私さ、週1回、タバタ式トレーニングをしてるの。タバタ式トレーニングっていうのは、20秒の、まあ、無酸素運動、基本的に無酸素運動なんだけども、20秒の運動を8セットやって、それが、何タバタ、何、それが1タバタのね、それを何タバタするかっていう、トレーニングなんだけど、本当、ガチアスリートとかがやるようなトレーニングで、短時間でものすごく汗と、ものすごく、筋肉を消費することができるトレーニングなの。まあ、もちろんね、有酸素運動と組み合わせることもできるんだけど、私はさ、有酸素運動って結局エネルギーは消費するけども、消費したってもね、どんなにタバタトレーニング頑張ってもさ、30分頑張ったって、まあ、せいぜい200キロカロリーか300キロカロリーじゃん。私なんか1日寝ててもさ、2000キロカロリー以上消費するわけだから、まあ、その10分の1をわざわざきつい思いして、落とすぐらいだったら、安定した無酸素運動をして、筋肉を増やしながら、太りづらい体を作った方がいいわけじゃん。だからまあ、基本的には有酸素運動は、普段歩いたりとか、仕事で動いてるぐらいのこと以外しかやってない。だからね、正直ね、ダイエットウォークも、効果があるなんて正直思ってない。そう。何もしないよりはマシかな、ぐらいな感じ。だからね、だらだら喋りながら歩いてるから、そんなにね、カロリーも消費してないと思うな。それでも、往復、今、往復歩くと、8000歩くらいは歩いてるみたい。だからまあ、お風呂のね、お掃除中はスマホ持ってないから、きっとね、お風呂の掃除の中で歩いてるのも入れると、まあ1万歩くらいは毎日歩いてるんじゃないかな。ちょっと前はね、1万歩超え、万歩計、まあスマホだけど、万歩計が1万歩超えるとなんか1日疲れたなって感じだったけど、最近は1万歩超えても疲れたなって感じではしないようになってきた気がする。そう。まあそういうふうにね、毎日続ければいいのになっていうものがなかなかね、続けられないっていうのが本音で、このね、整腸剤も、パソコンの目の前に置いてあるんだけど、なんかね、なんか、飲むのめんどくさくなっちゃうんだよね。まあ、そう。まあ、筋トレもそうだし、寝る時間もそうだし、まあ、日常化にするってやっぱ難しいのね。かなり、意識しないとできないってことを、改めて今週知ったわ。そして、お風呂。お風呂も前、始めたばっかの時は、確か2時間ぐらい入りながら足もみもみマッサージしたりとか、お風呂がね、まだ寒かったからぬるくなったらまた温め直してみたいなことをやってたんだけど、最近はなんかね、もうお風呂でのんびり使ってるよりも早く布団に入りたいって感じで、お風呂に入ってる時間がちょっと短くなった気がする。そのくせ、なんか
休みの日とか、変な時間にシャワー浴びてお風呂入って、まあ、その中で爆睡しちゃうみたいなことがあって、まあ、お風呂入るタイミングなんかも、もうちょっと、時間とかももうちょっとうまくこなさなきゃいけないなって思ったのが、このね、お風呂で爆睡なんだよね。そうしてね、実はまだある。先週、やるって断言した食事を記録する。なんか字がおかしいね。食事の記録を写真で撮れない。そう。読めば間違ってないか。あのね、写真家である小川誠さん、まこねはね、やっぱ、撮った時に何かしらインスピレーションが、来るものが、やっぱ撮ってて楽しいわけよ。あのね、もう記録としての写真はね、写真ってか、お料理の写真はね、楽しくない。なんか。っていうのは、今私最近食べたのは、まあ自分で作ったものなんだけど、自分で作ってるのも、そんな見栄えしないし、そう、なんだろう、インスタ映えしないわけよ。インスタ上げるわけじゃないけど、そう、インスタ映えしない方がわかりやすいよね。そう、どう撮ってもなんかいつも変化がなくて、そうするとね、写真撮ってて面白くないの。だからね、記録の写真にならないというか、面白くないから続かない。そんなわけで、写真、食事の記録はもう記憶、私の記憶にもう任せることにした。できないことはできない。無理してもしょうがない。そんなわけで、バットはこの6つになります。そして4月の目標に行きたいと思います。まあ、4月の目標といっても、主に体重なんだけど、体重は、自分の体重の、1ヶ月に落としていいって言われてる体重は、自分の体重の 5% なんです。そう、5%。なので、落としすぎても、やっぱり体調が悪くなっちゃう。良くない。まあ、16時間断食は、その自分の体に合わせた、体重の落ち方するので、まあまあまあ、現状、だいたい体重 5% ずつ、2ヶ月追ってることを考えると、まあ、そんなに、まあ、それでいいのかな、なんて思ってます。で、昨日の体重を元に計算してみると、101×5%、0.05 かけると、5.5 キロになるんです。うん。だから私が4月に落としていい体重は 5.5 キロ。で、101キロから、5.5 を引くと 95.5 キロになります。なので、私が目指す4月の目標体重は 99.5 キロ。嘘。95.5 キロになります。はい。まあ、そんなわけでですね、ついに2桁に足を踏み入れるのはいつになるか。これが4月の頭の私の一番の関心事です。さあ、皆さん、また。来週月、またお話するときは、やっと2桁、やっと人間らしい体重にちょっと近づいたねって話ができるかどうか、さあ見ものですよ。はい。そんだけで、最後になりましたが、4月の重点課題を発表したいと思います。4月の重点課題はこれだ。おいおい、一つじゃないのかっていうふうに突っ込まれそうだけども、そう、まあ、掲げるのは自由よ。やれるかどうかは別として。そう。でもやりたいなと思ってること。特にしっかりやりたいなと思ってるのはこれ。まずね、顎を引いて胸を張る。しっかりした姿勢で、綺麗な立ち姿の、もうかっこよく歩ける女性になりたいの、私は。うん。ずっと憧れてたから。そう。そう。だからこそ、顎を引いて胸を張って、かっこいい立ち姿で、しっかり水分補給をする。そう。そして、安眠。安定した睡眠をとりながら、しっかりお風呂も入り、週2回、ガチガチの筋トレをすると。まあね、ガチガチの筋トレすると、3日ぐらい前ね、筋トレの影響かわかんないけど、もう足が痙攣して大変なことになったんだけど、まあ、やっぱ筋肉痛になるぐらいの筋トレを週2回したいな。うん。そして、アイデアを積極的に後回しにする。うん。まあ、毎日ね、思いついたこととか考えついたことをノートに書いてるんで、まあ、忘れたものは仕方ない。まあ、アイデアを出して楽しいのは楽しいんだけども、まあ、後回しにすることも重要だと思う。だから、まあ、今月は、アイデアを積極的に後回ししよう。そうして、週1回はメイクして外を歩こうと思う。うん。何だったっけ？なんか結局喋ったか喋れなかったかも忘れちゃったけど、
痩せてきたから、ちょっとね、体重落ちてきたからこそ、メイクをして外を歩くと、すごくね、なんか、視野が広がったような、なんか、自信を持って歩けるような気がするの。うん。太ってて、もう下ばっか見た頃は、もうね、メイクしても楽しくないし、外を歩いても楽しくないし、なんか、気持ちもドヨーンとしたけど、いや、全然違う。うん。今は、メイクして、外を出るのが楽しい。そう。だからこそ、週1回メイクして、多分ね、土曜日になると思うけど、土曜日は、2、3時間外を散歩しようと思ってます。まあ、このね、8つもあるけども、8つが4月の重点課題。そんなわけで、なんと、1時間、超えちゃいました。1時間53分ぐらい。70分近く喋ってますね。そんなわけで、今月の目標、95.5キロ、そして今月の重要課題8つをなんとかいい具合にバランスを取りながらやっていきたいと思います。また来週いつも通り反省会やっていきますので、皆さん私の16時間断食温かく見守ってください。そんなわけで、まこねでした。また来週、またね、バイバイ。